時をジョージマシゲル、山口達也、国部大地、松岡正宏、長瀬智也の5人が毎回ゲストを迎え、様々なゲームやトークを展開する、時をかける。その8月30日水曜日放送会に、ドラマ、セシルの目論みから、牧きと伊藤歩美が、ゲスト出演する。映画、モテキやドラマ、問題のあるレストラン、モズシリーズなどに出演。 そのクールな美貌で注目を集め、2014年には、さよなら渓谷では、第37回日本アカデミー賞、最優秀主演女優賞を、そして父になるで最優秀女演女優賞を、ダブル受賞するなど、その演技力も高い評価を受けるマキさん。そして、スワローテールで16歳にして、第20回日本アカデミー賞新人俳優賞、優秀女演女優賞を受賞。 坊主で撮影に挑んだリリー・シュシュのすべてやフクロウなどで女優魂を見せつけるような演技を披露。最近では上戸彩、斉藤匠、吉瀬道子らと共演、ドラマ、映画ともに話題を呼んだ昼顔シリーズや公開中の関ヶ原も校長内藤さん。この二人をゲストに招いて今夜行うのは番組で人気の生まれて初めて聞かれました。トキオの五人が 事前に考えたゲストが今まで聞かれたことがないであろう。質問をカードに記入。ゲストがカードを1枚ずつ引いて、そこに書かれた質問に答えていく。この企画ではゲームを続けていくうちにゲストの意外な一面などが引き出されていくのも見どころ。果たして今夜二人のどんな一面が引き出されるのか。放送をお楽しみに。また、マキさんと伊藤さんが男を切る。一口ちょうだいなん。 お前と呼ぶ男、酔った時だけで電話してくる男、貴女は許せるマキさん、伊藤さんが出演して、好評放送中のドラマ、セシルの目論みは、ファッション雑誌業界を舞台に、専業主婦、独身、共働き、シングルマザーなど、様々な立場の女性たちがぶつかり合いながらも、幸せを探していく、大人の女性たちの物語。ファッション誌の読者モデルに、 スカウトされたことで人生が一変。ファッション誌の世界に足を踏み入れる宮地直役を、マキさんが演じて主演。伊藤さんをはじめ吉瀬美智子、板谷由加、長谷川京子、徳井義金、リリー・フランキーら豪華キャストたちが脇を固めている。木曜劇場、セシルの目論みは毎週木曜日22時、富士テレビにて放送中。